こんにちは、時間堂動画日記です。今は赤羽のスタジオ作りのために、演歌スタジオマネちゃんという元カラオケスナックですかねに、セリさんと2人でいます。着々と当時も、当時の予定も進みですね。毎日忙しくなりそうな予感がしています。こういうふうに一応その、居抜きということもありますので、前の方が使っていたものをちょっと今ご自由にお持ちくださいみたいな形で食器類等々出してるんですけど、よろしければお持ちください。まだまだいろいろ建物の中には物がたくさんありますんで、それを処理するところからもそうですけど、いろいろアイデア出しながらやっています。それじゃあ皆さん、さようなら。